さあでは再開いたしましょう、ちょっと休憩してから再開となります。はい、ですね、まあ消えちゃったんでね、シモン氏が消えてしまいましたので、まあ寂しいですけども行きましょうか。シモンはまた仲間に入るんでしょうか。船の旅、よし行きましょう。それとももう二度と会うことはないんでしょうか。ちょっとその辺はわからないですけども、まあ、4人目枠空いてますんで、どっちにしろ何かしらまたキャラは手に入るとは思うんですけどね。 OK。 おー、ちょっとなんか南国チックなところに来たぞ。ポーサン村ダンバボ、ポーサン村言ってるかわからんな。この村のハンバラカの家にある大きな扉の奥には何があるんだんばほ。知らんよ。なんだハンバラカの、これか、あの扉の奥や。何？俺ハンバラカ。俺の家にある大きな扉調べててずっと家にいたから、俺全然日焼けしてないんばぼ。この扉、おたけびの鍵で封印してあるんばぼ。ほう。ほう。おたけびの鍵、ちょっと待ってくれよ、持ってないな。まずそれ取ってきてからって話か。うさんくせえな。悪魔の森におたけびの鍵があるんばぼう。でも誰も悪魔の森に入ることできない。もうややこしいな。この何、ムハンマドの家に入るための鍵を取るための森に入れへんのかい。その入り方かい。パイナップル食べよう。とってもジューシー。手に入れたわけじゃないよな。手に入れたわけじゃないね。回復したんでしょうね。宿もあるけどって感じか。道具屋とかはないな。変な仮面をつけた忍者がうろうろしてたんばぼ。忍者、あ、あった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 。道具屋は武器防具はある。小判マシンガン、トンビ笛、月光の剣、トンビ笛、小判マシンガンはメタルキセルより値段が高いがどうなんだろうか。月光の剣は買うよな。トンビ笛も買おうか。一応買おうか。強ければつけますよ。ゴリラの上着、ゴリラの上着に大名鎧、大名鎧、大名鎧、そんなコテは多分つけてますよね。中華鍋、そんなコテつけてないか。でゴリラの上着が五右衛門。よし、結構強化できたんじゃない。まあ問題は装備ですね。メタルキセルに対してマシンガン、あ、強いな、いいですね。でゴリラの上着、そんなコテはエビス丸。このヘラヘラ笛が何やったっけ、さっきの笛、わけわからん笛、トンビ笛。あー、まあ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 、まあ、強いな。で中華鍋に変えて大名鎧。うわー強いやん。なんてコテからそんなコテ。うわー強いやん。すげー強くなる。コリュータは剣を、月光の剣、そして大名鎧。なんてコテ無理かな。こいつコテ系がちょっと弱いんでね。あ、道具屋もある。いやもうね、やっぱ雑魚戦しんどいんで、まあ、できることならそのストレスなく行きたいなということで、もう買いまくっていこうかなと思ってんすよね。酒おにぎりをもう安定の供給で、まあ、ローラースケートもいらないですよね正直。酒おにぎりがあればいいんだから。なんには言うても酒おにぎりよ。で、酒おにぎりで行きまくってのもう、それで行こう。
よし。さあ、まあ、こっちやな。森、悪魔の森っていうのがありそうな雰囲気。おっと、ちっちゃ。チョチョデビル。チョチョデビルにはもう全く容赦しない。素早い。そして開幕毒。うわ、うぜえ。強くはないっすけどね。うわ、あんま効かんな。52か。これは逆に吹雪が効くパターンかもしれないですね。ナイス。これ、五右衛門は、今70効いたんで、ちょっと下げてみますね。陣形を。もし下げて良ければ、もう一人、コリュータもね、装備はできたので、手動で行こうか。これで行ってみましょうか。これさ、ここ関係あんの？この位置関係は。五右衛門。横の関係はあんの？関係ないな。横って書いてるからさ。多分ね、遠距離ダメージ大丈夫だと思うんですよ。そうなったら強いっすよね。うわ、燃えとんなこれ。火炎。そんな、丸かぶりの名前つける普通。信じられへん名付け方やな。魔法と一緒の名前やん。オッケー。よし。吹雪で爆発して死ぬっていうのもなんか釈然としませんけどね。ここが橋が渡れなくなっている。これはでももう大吹雪安定かな。打ちまくりで。シェーいいね。あー、こいつには効かんわ。ハエ、コムシには効かんわ。よし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 。やっぱり遠距離武器。じゃあもう五右衛門下げるので大正解。さて、何こいつ。俺ジャングルジム、ジャングルの勇者だ。ほう、ジャングルジムってことか。ターちゃんみたいなことか。お前森に入りたいのか。森に入れるのは勇者だけ。いや、花入れるやん。ありがとうございます。この俺を倒せるだけの力があるならお前を勇者と認めよう。行くぞ。来いやはよ。一瞬間置くな、お前は。誰呼んでんねん。誰を呼ぶことがあんねん、お前は。何をしてんねん、俺ら。芝居足りましょうか。しゃ、俺ら。魔法の方が効くかな、やっぱ全般的に。単価切っていきます。チビエビスン、こいつは通常攻撃でいいかな。ナイス。あ、しておれ。よしよしよし。あ、そう強くはないんでね。攻撃でいいか。なんか魔法使うほどでもないというか、塗る戦いやで。これ古竜とか空振る2回パンチしとる感じに腹立つ。イフリラ、エビスマル、まあいいでしょう、この戦いで。五右衛門は単価切ってもいいかなっていう感じもしますけど、エビスマルはちょっとね、多分コスパがあんま良くないんで、チビエビスは。行ってもいいけど、吹雪行こうか。おいー、あんま効かへん、吹雪。いや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 い、これが一番コスパがいいのかな。押
しましょうか。押せ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 、怒りをぶつけろ、チビエビスン。意外と粘っとるよ。 OK。 まあもう楽勝ですね。勇者と認めてもらおうかな。まず覚えた。あんたら強いね。勇者として合格。あんたら本当のことを言う。悪魔の森は獰猛な生き物がいっぱいいてとても危険。村人が間違って森に入らないように俺ここで監視している。あんたら試したかったのも、試したのもそのせい。すまなかった。よし、あんたらなら大丈夫。悪魔の森は川を渡った奥にある。これを持っていけ。これを桟橋で使うと俺の友達が川を渡してくれる。ワニの餌。大丈夫大丈夫、ほんまに友達なんやろね。こっちは一応確認して。村あるがな、村あるがな。さっき気づいてよかったやつ。ね、一気に倒すならもうグラツと大火炎と、あ、リフリラ覚えてる。よっしゃ、大吹雪。どうせ村で休憩するんで。惜しいな、ちょっと届いてないんですよね。OK ナイス、お見事。経験値はしょっぱい感じ。ここは、お、なんや、入れへん。あれ、なんや、スピーダー7も使うんで、ちょっと慎重に。スピーダー使ってから宿に泊まるのが一番いいですよね。うわ、マジ？あれ？喋りたい。いけた。どうやって入んねんこれ。海からしか無理なのか。パイナップルリー。多分回復はしたけど、海サイドからしか入れないということですね。なるほどね。うわ、硬っ。予想外の硬さ。毒らされる、毒らされる。バタバタしてんじゃねえ。よし、まあたっぷりとたんまりと僕は持ってきてますからね、酒おにぎりを。頑張っていきましょうか。じゃあワニを呼び出す。おにぎりありすぎ。おお、あざっす。ん、あそこに入り口めいたものがあったな。これも安定やな。OK。よし、交流高かった。 HP が結構ね、ガッツンガッツン上がるんよね。嫌やな。いや、またちょっともう覚えていく方向やで、これちょっとメモに書くから。ここでまた分岐やから、もうマジで迷うから。おお、ゴリラッチョと、あいつなんや、カメレオンかな、カメレーマル、カメレオンアーミー。惜しい。ヒヒヒザルとカメレアーミー、異常な惜しさ。いい、
聞き引ざるには吹雪が効いた。あーこいつにはあまり効かない、物理の方が効く感じ。惜しい、マジで相変わらずの演歌。殺し屋魚なんじゃそら。太ったトビウオ効きそう。あ、効かない、マジ。なんでゼロだけ、ゼロの時だけ下にふーんってなんねん。なんなんあのゼロ演出、下にふーんってなる。どうやって飛んでんねんこれ。羽ちっちゃいやろ。よし、これは左と合流する感じかな。そうでもねえな。出た、アーミー。アーミーは物理ぶん殴る、まあ、状態上的なことしてくる敵じゃなければ基本はぶん殴って倒していきますけどね。それがうざいってだけなんで基本は。ただ素早さはあるね。コリュータの上を行かれる。くそー、3人嫌やな。なんていうか4人の時が恋しい。こだわってんなぁ、このジャングル感。おっと、ラフレシアン。ラフリーとヒヒヒザル。ラフリーは状態上持ってきそうな気はする。すごく持ってきそうな匂い。大吹雪当てとこうか。うわ、こいつか、マジか。酒持っとった、あいつ。あいつ酒飲んどな、サル。じゃあほら当たらんわ、ほら当たらんわ、詐欺酔った状態では。自らサマースシャキッと旋回。ヘビーエンカウンツ。いやもう大吹雪。まあ、全体魔法は便利ですね、本当に。使っていこう。さっきおにぎりさえ買えばいいんやから。安いもんですから、ほんまに。お金に余裕がありますので、かなり。ここに帰ってきた。ちょ、待って、わからん。回ってきたんやろうな、多分。もうマップわからんわ。めちゃくちゃや。めちゃくちゃ。開幕大吹雪やっときゃもう安定ですよ。ナイス、オッケー。こいつはなんか毒とか持ってそうな雰囲気はあるけど、意外と大したことないのかな。でマップ複雑っすよね。コイモンブレイク、ナイス。久しぶり見たな。OK、 コリュータが大活躍。エビちゃんのリフルラで回復。宝箱、秘密の鏡、ありがとうございます、まあ、いらんけどね。もう秘密の鏡とかも全部酒おにぎりで代用できるから。正直ナイス、コリュータクラッシュ素早いな。確実に落とす。オッケー、
じゃあよし、腹立つ、攻撃しろる時の顔腹立つ。なんこれめっちゃ開くやん、すっごい開いとる、腹立つわ。どうしようかな、ここはまあ大吹雪いいと思いますよ。本当に回復量的なこともあるけど、まあ絶対にあの酔っ払わされるということ、それを直す MP のことを考えればダメージを最低限に抑えるっていう意味で大吹雪6使うんですけど、6で済むなら全然悪くない、こういう打ち方は悪くないと思います。いやもう地図書くどころの騒ぎじゃない、めっちゃ複雑、マジか、選択肢多すぎる。アーミーにはね、アーミーにはあまり魔法が刺さらないので、ここはもう攻撃でいくしかない。OK です。ナイスナイス、どうしようかな、コリュータそろそろ回復、まだいいか。エビちゃん、リフルラ、これね前回のダンジョンで相当迷いましたから、そのせいもあってレベル上がってますよね、明らかに。めっちゃ楽ですもんね、はっきり言って戦いが。余裕しゃくしゃくでございます。なんか来たよ、ヘビーエンカウンツ、スーパーヘビーエンカウンツ。まあヘビーエンカウンツ、僕の経験上最も、今までのヘビーエンカウンツ最も最大はやっぱスーパーサイヤ伝説、トゥタタトゥタタトゥタタのやつね。あれはやっぱりあの気を貯めてる時のスーパーサイヤ伝説のエンカウント率はもう多分ゲーム史上に残るレベルじゃないかと僕は思ってるんですけど、どうでしょう。しまった、あれはほんとすごいんですよ、1ミリしか動けへんから、一歩とかいう問題じゃないから。あれはプレイしたことだ、あ、ことある方だったらわかると思うんですけどね、気力をこう気を使った状態での移動中のエグさ、あれは僕ちょっと衝撃やったもんね。全くゲームさせる気ないっていうレベルのエンカウント率、まあ、それに比べたらマシですよね。で昨日エンカウントがもうめちゃくちゃきつくてしんどいっていうことを人に言ったんですよ。じゃあドラえもん並みですかみたいな、ドラえもん以上ですかみたいな帰ってきて、確かにそう言われたらドラえもんもきつかったなと今から思い出せばと、ちょっとドラえもんを懐かしくなりました。確かにまあドラえもんもヘビーエンカウンツ、かなりのヘビーエンカウンツですね。まあ、レトロゲーム全般そうですけどね、なんかそのやっぱ法則みたいなのがあって、エンカウントに一歩とかでエンカウントすることはまずないっていう
歩けば歩くほどエンカウント率みたいなのが上がっていくタイプと完全確率のタイプといろいろあるんですよね。敵のおるマスが決まってるようなタイプとかもあるし、でやっぱきついのはその完全確率でなおかつ濃いやつは本当に一歩歩いてててまた一歩歩いてててっていう、もう本当いつになったら進めんのみたいな。ある程度歩かせてくれるやつもまあいいんですけど、でもそれも逆に辛いとこもあって、そのずっと生き続けることはもう不可能で、どこかで確実に当たるっていう、うわ全然出えへんわ、マジで出えへん、ラッキーいけたみたいなことは起こらないんですよね。必ずどこかで詰まる。いいんですけどね、別に雑魚と戦わないと低レベルクリアとかを目指してる、そのなんていうか RTA みたいなことを、リアルタイムアタックみたいなことをしてる方だとエンカウントしすぎたらもう多分無理だと思うんですけど、そのそうでもそういうことではないので、基本雑魚戦はやらないといけないものと思ってるので、僕は別にいいんですけど、そのどうしてもやっぱテンポ悪なるっていうのあるんですよね。そのマップのこと忘れてしまうとか、もうストーリーそっちのけみたいなことになってきたりとかするのとか、あとまあ毎回毒食らって直さないといけないとかと、まあそのすごいテンポがやっぱり悪くなりやすいので、まあ、その辺のバランスがうまく取れてるゲームはすごい優秀な感じがいつもします。まあ、例えるならまあロマサガとかだと、まあエンカウント選べる上にその状態異常を基本的に引きずらない、死んだとしてもその戦闘雑魚戦が終わればまあ回復してるというか、まあ、そういう状態異常引きずらないようなものだったりするので、そういうのはすごくスムーズですよね。で逆にこう毒をすごい食らいやすくて毒を治さないといけないのとか、まあダメージがすごい火だめが多くて自分の体力が少なくて、で死んだ時に生き返しにくいから絶対に毎回回復しないといけないとか、もう、ま、もうそのエンカウントが多いにもかかわらず毎打席必ず回復毒消し、そんなようなことやらないといけないっていうのが、まあ、レトロゲーム多いんですけど、やっぱそれがすっごいしんどいんですよね。時間を使ってる感がすごくて、やっぱこ優秀なゲームというのはいろいろ考えられてるなと、その評価が高いゲームっていうのは本当のそういう意味で考えられてるゲームがすごく多くて、偶然もあると思うんですけど、あまりにも手間かからなかったらそれはそれでやっぱりその本当にゲームやってるのか何なのかっていう感覚にもなるとは思うんですけどね。特にその戦略性に関係のないただただめんどくさい要素っていうのは、まああんまり僕はいらないかなとは思うんですけど、そこ逃げられた、わ逃げるね。ちょっとコリュータの素早さが間に合わず、もったいない。どうせ大吹雪打つならみんな残ってる状態で打ちたいからさ、酒おにぎりなんですね。先手取らせてもらうぜ、ナイス。OK、意外と酒おにぎりも使ってないっすよね。まだ3個ぐらい食っただけやから意外と来れてる。まあ多分レベルが高いんですよ我々の。大吹雪、ちょっと小竜太早く動いてよ、ほら逃げられる。あれは目ですか鼻ですか、ヒクヒクなってんのは。
今まで目やと思ってたんですけど、なんか違うような気もする。失礼やったな。鼻と目を間違うなんて、そんな失礼なこと。さあ3つ食いました。これで6個目、鮭おにぎり6消費。エビちゃんの方が早くなってるのよな。なんなのこれ。ここに来てちょっと小竜太が、素早さが、エビスマルが追いついてきたか。優秀ですからね、この男は。最も優秀、まあ、ゴエモンよりもはるかに優秀です。主人公やから、まあ、僕も使ってますけど、実際の能力値的には圧倒的に優秀です。まあ、今回ちょっとゴエモンが技使えることで、だいぶゴエモンがぶり返した感はありますけどね。盛り返したぶり返したらあかんな。ぶり返したらなんかすごいまた咳出てきそうだから、盛り返した感はある。やっぱり脳筋のみの状態で、なおかつ攻撃力もエビスマルに及ばなかった前作は、本当の意味でただのなんていうかお荷物というか、そういう感じが強かったので、2番手感がすごいあってしまったので、今回はまだね、魔法を使える分だけ、そうは言うても弱いんですけどね。悲しいな。腕力だけは最強にしておいてほしかったな。じゃあほんまこれね、喋りながら言ってますけど、もう不安やわ。これ大丈夫、これマジで合ってんかな。マップも書いてないし、もうでかくて広すぎて書けるようなレベルじゃないんやって。分岐だけでも書いといたらよかったかな。どこがどことつながったとかも分かんないじゃないですか。これでも最新部っぽくは見えるけど、どうなんやろう。最新部って言われりゃ最新部にも見えるが、ボスはおらんのかな。とりあえずここで鍵を取れれば、その鍵であそこ開けて、それが本番っていうことですよね、多分。あの奥に何かがあると。ようわからんけどね。梅おにぎり。頼むぞ、マジで。封印されてる。来た！来た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 ！秘密のプレートでいいんですよね。あ、神秘のプレートか。よっしゃ！よっしゃ来たー。お、あ、あったあったあった。何？何？すごいガタガタって。いやもう帰るよ。出る出るー。すごいガタガタってなったから。関係ないのかな。え？今のガタガタは一体？説明やからね。よし、じゃあ宿泊まったの、そうですけど、鮭おにぎりをちょっと補充して、話的には変わってないか。あー、しまった。宿泊まる前にスピーダー、これ忘れちゃいかん。酒6個ね、6個補充して、よし、ここでしたよね。はい、じゃあ次回ここの鍵開けて、こん中行きたいと思います。